では改めまして皆々様方あけましておめでとうございます。おめでとうさんや、あけました2024、はい、令和20 令和令和5年、おお6年はい、やったー出ました。さあ、令和6年2024年の我らの、新春おもてなしと、はい、いうことでな、まず、食のおもてなしといたして先ほどは勝負飯、運気を上げていただこうということで、こちらで、食べていただきましたが、いかがであったか、お食事おいしかったか。美味しかった。この度まあね、お食事の方はいただいてませんけどもという方はぜひ、今回、ご提供いたしたのは品川亭さん、はい、はい、というね、上越名物の、はい、県心勝負飯ご提供して、くださっておるお店ですので、はいはい、皆様方もぜひ食べに行っていただきたい、お店の方にですな、はい、ということで、はい、次はいよいよ我らの、はい、おもてなし、新春おもてなしといたして、これからまたさらにな、楽しい時間を皆様方と過ごしていこうと思って、いろいろと考えてきております、はい、あんなこともまず初めということで、新年最初といえばやはりこれであろうというものをまずはやってみたいと。おお、何でしょう、はい、うん、後ろに何やら色紙と筆が用意されておるが、はい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 、とくればとくれば、はい、何ですか、初染め惜しい、なんか染め物みたいな、かき、あ、かき染め、かき染めでございますね、かき染め毎一つ詩であれば、我々もすでに書いてあるものを皆にこう発表するという形であったんだけども、この度は皆の前で実際に書いて、そして発表という形にさせてもらおうと思います。あー、ドキドキよ。何かしら今すぐな、思い当たる1年の抱負という、書くのは抱負じゃない、これからの目標というのは、はい、どのようにしたいか、そしてこの色紙というのは後で、あ、また褒美出すのがこれ、おー、欲しいものがいれば、欲しいものがいればね、いなかった場合は自分たち持ち帰ります。大丈夫、それは寂しいですけど、行き先はちゃんと、ね、引き取りますか、引き取ります、責任を持って、じゃあ早速参りましょうか、はい、いただきましょう、はい、それではじゃあ早速書き初め、書き初め始めましょうか。お、はい、じゃあどうしよう、わしからいくか、どうしよう、いや、お願いします、はい、わしは、じゃじゃん、はい、切り開く、はい、ね、まあ、我らウエスイングも、まあ、見ての通り、まあ、この度は4名、少数精鋭ということでな、人権もまた変わってまいっておるので、まあ、新たな道としてこのウエスイングのおもてなし、まあ、そういったものを切り開いていきたいという思いで、今年一年頑張っていこうかなと思って、はい、剣線も切らんときたと、はい、切り開く、切り開く、はい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 、では続けて、はい、メッセージいただきます、100万100万円円には100万を超える、3つ意味があります。今言ったように100万石といえばやはり今の加賀100万石、加賀の国、能登の国、まあ、復興を祈願して立派な町に戻ることを願ったということの100万石ですが、そしてもう一つ、毛利元就の言葉で100万一心という言葉は知ってますが、資料を築く際に言ったと言われる言葉ですが、皆の力を合わせれば大きなことが成し遂げるという意味ですが、ということでそれもまあ復興に気がしてるんですが、はい、そして最後、はい、わしの TikTok100 万人目指す、
あ、それが一番じゃん。今何人なんですか。今31万人じゃん。おお、今年1年で29だとすれば全然違う。あと70万くらいかかる。うん、まあ楽しみじゃね。世界の開発を目指すぞ。世界の昔なんかそんな似たような言葉はなんかこうテレビを持ったやつが言ってたけど、世界の神山ということで、はい、100万、はい、三つの願いを込めて、うん、続いて松江高校の妹と私は腹八分目にございます。そういうことじゃ。いやもう今、ま、もう軽すぎました。もうすでに、はいはいはい、でいや以上です。食べ過ぎないように食べ過ぎないように、はい、去年は痩せてたもんね。そう、去年は痩せてたもんね。すでに反省になってる。今年はその腹8分目でいこうかな。ってことは、8分は食べるか。そう、8分は食べる。ああ、まあまあ、2分は、ね、我慢はい、頑張ってください。頑張ってください。8分目ぐらいだね。なるほど、はい。あ、私ですか。どうぞ。はい、ではこちら、はい、何でしょう。緑。緑。ありがとうございます。ちょっとここカーブしてますんで、はい、円でございますね。円、はい、これでならそう円にしてございます、うん、これもともとですね、やはりあの仏教の、仏語らしいんですが、うん、まあ円ね、ご縁がありましたねなんてよく言いますけども、本来の意味は縁、いわゆるこれは鬼の福読みで言いますと縁とも呼ぶんですね。ですから縁側、皆さん直接的な中心核ではなくても周りからの支えと力によって中心を導く力のことを本来の縁というらしいでございます。ですから、まあ我々で言いますと皆様まさにこの字は違いますけども縁分あっての中心でございます。上杉家ですので、今年は皆様の縁とともに周りからのご縁と応援と支援と、はい、そして、まあね、1日にいろいろありましたけれども、我々は心この程度で今ね、癒されております。中心かけて苦しんでいるところを我々の縁で応援していきたいと、そんな思いで今年の言葉縁でございます。よろしくお願いいたします。まさ、あ、に中心たちは剣士にとっては縁の下の力持ちですね。ありがとうございます。まあ、大事なご縁をいただきました。はい、じゃあ皆様方この目標を、はい、はい、あの今年の最後達成できたかどうかまたね、プレミア効果の時、はい、確認したいと思いますので、はい、じゃあ次参ろうぞ。続いてはこちら、じゃじゃん、はい、めちゃくちゃ大きい、はい、ダララ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 ラ、はい、はい、以上。どこまで歌えるかそれも聞いといてやろうかと思います。はい、はい、大喜利でござりまする。はい、あ、やはりこうな、正月笑うことに悪が来るということでな、うん、ぜひ、面白い、時間をこの大喜利にて作っていただきたい。じゃあまず最初のお題いきますよ。はい、最初のお題はじゃじゃじゃん、はい、1つ目お題1、こちらあいうえお作文、うん、でございます。はい、わかりますか。あいうえお作文、そしてあ、明日は、うん、はい、い、戦だ、う、初陣だ、援軍みんなで応援だ。おー、つながりました。はい、明日急ですな。急にしたりする。まあ、こういうことで、まあ、はい、わかりますか。わかる、はい、なるほど。ちゃんと文章として落としてください。難しいな、それ。このあいうえおで行くんですか、そして。これはね、例題なので。あ、例題です。はい、今回は、こちらでやっていただきます。タツドシ。もしもエコですか。はい、エコです。
ですね。たから始まって最後はしの頭文字から始まる文章で、はい、見事に落としてください。よろしいですか。はい、難しいぞこれ。はい、できた方からじゃあご回答いただきたいと思います。はい、どうでしょう。たつ年ですか。たつ年です。文字を書く。はい、はい、はい、じゃあ影勝くん。現代の人間関係です。人間関係、はい、体重が、はい、付き合いも、うん、努力、うん、しなければいけないのか。あ自分の実直な感想がこの社会でございます。なるほど、実体験ではない。あの上司とかいろいろあります。上司とかお主の場合は上司というと秀吉か。そうですか。そういう思いで付き合っておったのか。大丈夫か。特に家康殿とは、うん、こんな感じですか。あ、家康の方が、うん、そうか。あ、それあのこの間の大河ドラマで全部出てた。そうはい、佐々木くん。はい、あ、佐々木氏と呼んでください。佐々木氏、佐々木氏。はい、はい、参りましょう。ではこれ、はい、今皆さん、私もそうでございます。はい、先ほどお昼受けの時間に、うん、た、食べたらうまいだけではございません。お、つ、うん、月が良くなる運開く、うん、の、お、どんな夢も叶っちゃいます、うん、勝負飯。お、うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。見事、見事です。はい、あのやっぱりこう、はい、勝負飯食べて、はい、お主のこう口も滑らかになって運が上がったね。そうなんですよ、これね、うん、口が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 口はい、津軽海峡でーす。どうしよう、死んじゃう。死んじゃダメ、死んじゃダメ、死んじゃダメ。どういうことですか、これ。状況説明してもらっていいですか。状況。カッピ岬の、はい、カッピ岬津軽海峡でーす。ちょっと、カッピ岬の津軽海峡。はい、で、どうしよう。悩んじゃった。死んじゃう。死ぬな。ずいぶん演技悪い。ちょっと待って、なんでそんな状況になったの。どと死がもうそういう言葉しか出てこなかった。ダメ。やり直し。はいはいはい、はい、もし当たったらでございます。もし当たったら、はい、はい、宝くじ、宝くじ、わー、掴み取り、うん、どら焼きたらふく食想像、わー、おー、なるほど。あ、なんでどら焼きになったの。好きだからです。むしろどら焼き好きなんだっけ。あんバターのどら焼きです。あんバター、なるほど。まあどら焼きいいですね。まあ美味しいですけれども、まあ、食べ過ぎないですね。どんだけの宝くじやったの。1億円分が1億円分のドラ焼き見てきたい、ね、いいですよ。じゃあ、さあ、他できた人いますか。スタッフも見てるぞ。じゃあ、行きましょうか。はい、はいはいはい、先ほどみたいに、ね、上手に。何ですか。はい、何ですか。じゃあ参りましょう。はい、じゃあ今日は午前中は皆様と、うん、春日山神社へお参り参りました。はい、ご神祭はまさに上山様上杉謙信公でございました、うん、はい。そして一、はい、つお参りつきましたが、まずさあ前振りやないね。はい、あそこでお祈りした時に、うん、今年さあ楽しいことも、楽しいこと、はい、つ、はい、うん、辛く悲しい出来事も、辛く悲しい出来事も、うん、はい、どう、どう、どうか謙信公にお任せします。うん、し、うん、信じる者は救われる。なんか怪しい宗教。何も売りませんからね。ただですからね、大丈夫でしょう。神様、はい、
はい、神様、カンペがあります。バラすんじゃないよ。カンペじゃないよ、これね。あの、思いついた時に、虎の巻、同じなんだね。まあまあ。はいはい、はい、まあ、はい、いいでしょう、はい、ね、はい、私そんなに怪しい信仰宗教じゃないから信じることは、まあ、もちろんな、続きやりたいと思うけどね、はい、はい、いいですよ、いいですよ、はい、できてます、はい、できてます、はい、何でしょう、松江ならではでございます、松江ならでは、はい、食べたいな、食べたいな、積み上げられたドーナツ、死ぬまで食べる、よろしい、いいね、さっきのドラ焼きに影響されたな、そうです、まあまあまあ、じゃあ、他いいですか、最後か、最後、あ、じゃあ、はい、じゃあ影川君で最後です、はい、皆も SNS では気をつけよう、はい、たわいないつぶやきで道徳心が知らしめられる、なるほどね、まあ、今の個人的にもね、SNS というものはいろんな意味でこうな、あの危険を含んでおるので、ね、あの主たちのやっぱな言動というものもしっかりと管理するかなと、あ、うまいこと言ったね、あ、はい、あ、いいでしょう、もう一個あるの、もう一個あるこの次につながりました。つなげる、うん、ちょっとお茶です。最後じゃあ締めて。締めます。締めて。はい。締めて。もうすぐ行っちゃいますよ。はい。はい。た。はい。初年に。初年に。集う仲間と食べたとり。うん。どっちが勝っても幸せ気分で初笑い。はい。はい。幸せらしい。はい。幸せらしい。はい、いい締めでありました。ありがとうございます。はい。じゃじゃん。はい。お題に。第6次川中島合戦ということで、はい、実際歴史上では川中島合戦は第5次で終わっております、はい、それから明けて何百年のうちついに第6次川中島合戦が勃発してしまいました、はい、そこで現代の戦に戦らしく新たな戦のルールというものを、定めて合戦をしていただきたい、でそのルールとは一体何ですかということをお題にして、はい、笑いをしっかりと取っていただきたいと思いますが、勝負の仕方でもいいですか、そうですね、新しい戦い方、ルール、まあ、いずれの形でもいいですけれども、まあ、今回の第6次川中島合戦とはどんなものかということを、はい、お題にしてあります、はい、それを書いてください、はい、はい、はい、じゃあ影川君、はい、どうぞ、命がけ、出陣持ち、信玄持ち、大食い勝負、本当に命がけなんで、はい、つまらせたものが負けです、まあ、死んじゃう、死んじゃう、どんだけ食うの、平和だけど、はい、まあでもこれあれじゃね、あの分かる人には分かるけども、あの出陣持ちと信玄持ちやっぱり似てるので戦いに勃発しやすい、どっちがうまいかでも分かります、あ、どっちうまいかね、実際ね、信玄餅派、決まりました、出陣餅派、ああ、さすが空気読んで、はい、いい勝負になりそうですね、これね、はい、はい、どうぞ、はい、はい、はい、じゃあ、なんだ、佐々木君、はい、ですね、はい、金谷さんのゴブルスでございますけども、金谷さんにね、それをつなげちゃいます、どこまで、春日山から、はい、春日山から、はい、ボブスレーで日本海へどっちが早く飛び込めるか、つなげちゃう、海まで、ちょっと待って、川中島の戦いだった、でも川中島から、はい、金谷さん経由して春日山までボブスレーをつなげちゃう、日本海まで武田軍日本海攻めてきちゃうじゃないですか、早く日本海にたどり着いたやつが、はい、やつって言ってるどちらの様が、はい、この日本海の塩を手にできると、なるほど、必死ですよ、もうね、必死だね、はい、必死考えろ、必死だと思う、ボブスレーで勝負ですか、はい、あ、いいですね、はい、ですよね、はい、どうやって決着するか、はい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 、どうぞ、はい、はい、
大将を縛り付け大倒し。ちょっと待って、これがその写真で縛り付けて棒に当てて、家臣たちがこう押さえて、そして兵隊たちがこう倒した。危ない危ない。じゃあなんかもう完全にこれなんか別の宗教みたいな。大丈夫、火炙りとかなんだよ。火炙りはしないです。どうするちょっと無本のものが多かった。火炙り裏切られてました。それも物騒だな。これ今の聞いてもないね。嫌な戦いだな。はい、はい、あのよかったな、ね。はい、はい、第6次川中島合戦、はい、とっておきの変顔対決。変顔対決、ああ、うん、例えばもう どういう感じで戦うんですか。いや、それ笑ったことがずっと笑ったら内地に内地に言わない言わない。まあね、まあ、平和であれば、ね、でいいですね。お互い傷つかない戦い方すればいいと思う。ある意味逆に心に傷がつきそうです。はい、どうですか次。はい、じゃあ川中島で、はい、はい、もうその2人で、はい、リズムだそうです。1対1対1対1第一球児、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 これもう終わり。次の問題。はい、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 どうぞ。まあ、シンプルに、シンプルに、はい、はい、殴り合い、テンションシンプル、ブレーキングだ。刀ではなく拳で刀へと。刀の中にこう、はい、サブを刺す。レスポンスだよ。もうわしと信玄だけだけです。他のものはみんな覚えてる。そうですね、大将ね、やった方がいいですよね。大将ね、やった方がいい。ブレーキが早く、ブレーキが早くなってますよ。でもちょっとね、まあ、血生臭いね。平和的にね。はい、じゃあ窮地にトントン相撲の神相撲で勝負。はい、以上。はい、はい、聞こえの早い。そう、一瞬でして私は負けました。まあ、この勝負は嘘に、はい、まあ、無事人なんですね。はい、いいですかね、じゃあ、はい、はい、いいですか、もう、はい、はい、第6次川中島は決着つかずと、はい、ということで、ね、また第7次にもう少しでしょう。はい、ありがとうございました。じゃあ最後、お題3つ目、はい、はい、こちら、じゃあ新提案越後の丸々ということで、まあ、一応今年は辰年ということでな、謙信の越後の龍というところにもかけておりまするけれども、まあ、せっかくなので越後の龍というとな、あのわしのニックネームというかな、通り名としては、知れ渡っておりますが、まあ、ここは一つ新たな名前、ニックネームを考案していただいて、ね、謙信の新しい名刺というものにしてみたいと、はい、感じで。これが様を表すところですか。あ、わしでもいいし、歴史上の謙信でもいいし、はい、そこで、まあ、謙信を、なんていうんですかね、表せるようなこう面白いニックネーム考えてください。越後の〇〇。はい、だからそう、はい、越後のヒゲです。ヒゲ、ヒゲ、ヒゲってヒゲ生えてるけど、まずウンサみたいにヒゲ生えてる。おいっぱいいるな。そこはね、越後のヒゲ教えてください。ヒゲ、ヒゲね、ヒゲ、ね、いいですけど、ヒゲ。じゃあ、はい、はい、はい、どうぞ。ダイブプレイです。え、ダイブプレイですか。おやつ様の諸商売で最大の恥ずかしかったことです。なんじゃって越後の生きに勘違い。生きに勘違い、一人そば、一人かも。長安という方が、うん、親御様の関東関連式をこう就任した時に、暗い時にその方は馬から降りなくてもいいのに、うん、親御様は勘違いしてしまって、はい、ブレモノをしていて、
馬から引きずり落として引っ張られてくる。ああ、ありましたね。はい、その話から来てるの。引きった上に勝ちが来てる。私もそういう時代がありましたね。そういう時代がありましたけど、今は丸くなってますね。ね、生きがないように気をつけます。はい、じゃあ、はい、した、はい、じゃあね、これはもう私の時代ですから、戦は関係なしにして、はい、なんですかそれ、はい、松江ではなくね、はい、これね、もう女の子とどっちへに行こう、こっちへ、はい。意味は何ですか、はい、これはですね、はい、山本山にちなんで、上から読んでも越後のこっちへ、はい、下から読んでも越後のこっちへと、はい、これに一生懸命結びつけました。なるほど、それがどうわしに分からない。はい、終わり。どうしようかね、これ。言葉遊びしてるんだよ。越後のこっちへね、越後のこっちへって言ってほしい。見に来ちゃうこっちへ。はい、はい、何でしょう、今のあの方にもよく言われているあれです。あの方、はい、何でしょう。越後の増税好き。増税好き、どういうことですか。豊川さんの税金といえば、はい、港、はい、輸入輸出で税を取って儲けたという話でございます、その金を使って上洛を2回目、はい、ということで増税をした。増税、なんかこれだけ聞くとなんかこう悪くないかな。増税、まあ、税ばっか増やしやがってみたいな。お主も悪いものができないやつ、ね、増税、ね、まあ、昨年の、ね、言葉の漢字が税でありましたから、私は税ということを使ってもいいですけど、別に今は税取ってないんですはい、やってきました。はい、というね、なんと言葉さんもやめましたね。はい、もっとリアルな感じね。リアル、はい、リアルですか。動きが出てくるような。はい、いいです。じゃあ親方様、いいです、越後の、はい、何でしょう。越後の、越後のピンポーン、目すぎせんか。これをこれを親方様にやっていただきたいよね、このピンポンのこの機械、ね、はい、ピンポーンの、はい、これ私購入してまいりますんで。なるほど、今年が、NHK でピンポン、はい、目すぎせんかやってほしいんですね。なるほど、はい、なんで私の希望されるの。実現しますか。はい、はい、エチゴっていう札を買ってきますので、あのお願いします。エチゴの、エチゴの、エチゴのピンポン、上杉聖火ブーというね、これですよ。私ブーじゃん。はい、はい、終わりです。はい、終わり。さあ、行きますか、次。はい、シンプルに、シンプル、越後の修羅。修羅、修羅、修羅、いたれてるよ、私。まあ、死因ですよ。死因って言うと手法とかならないよ。修羅なんて戦の時も馬上杯を持って馬の上で飲んでいたという。まあ、見たれてたかな。まあ、他の武将では聞きませんかと思います。まあまあまあ、確かにね。そこまでのお酒の時は喧嘩してる。なんか息子に言われるんですけど、シュンですね。あ、そうか、はい、気をつけます。はい、ありがとうございます。越後の、はい、踊り今踊り赤赤、まあまあ、それは私のことを言ってる。違いますよ。え、やった赤です。越後の踊り赤、まあまあ、そのバカっていうのは褒め言葉としての。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうです。その横にいるのは何ですか。親方様です。踊ってるんだ。また腕も長い。お主が A 君と手が手がね、右に左で長さ違うんだ。角度いいとこに行きますよ。まあ、どうですか。じゃあ次最後にし、はい、いいですか。じゃあもう、あー、いいかな。しっかり締めてください。すぐ締めてください。はい、締めてください。すぐ締めてください。はい、越後の、はい、ユートピアというのがございますけれども、ドイツではカラーの越後のユージョンプラザ、ユ
はい、新潟市の方にはユートピアございますね、はい、ですから、ね、我々は上手ですから、はい、越後のリュージョンプラザそこにあるそこにわし全然関係ないリュー、ほらリュー、あそこリュー、リュー、あ、リュー、リュー、にかけとるわ。いや、もう食べますよ、こういうのねやっぱり分かりにくい龍にかけてのリュージョンからのリュージョンプラザ、そういうことなんですけど、なるほど、一番最後締めますじゃん。はい、あ、もう、まだあの一応の店長もうこれが一番分かりやすいですよ。なるほど、はい、以上です。確かにね、はい、酒を飲んだこと言うからすごい目散らしてるはい、はい、以上大喜利でございましたが、はい、まあ、お楽しみいただけましたかね。本当にこれちょっと落ちてたのかなっていうね感じしますけど、まあ、この度、はい、ね、あの本来の、まあ、大喜利であれば、まあ、座布団のような勝敗を決定いたすところでありまするが、はい、まあ、この度座布団もないので、あのお三方の、ね、ご回答、まあ、どれが、ね、誰が一番面白かったか、お客人の拍手で決めましょうかって、はい、でもうなんかもうすでに決まってるんだけどはい、じゃあ、まあ、あと行きましょう。はい、じゃあ、上勝君の、答えが、面白かったよという人、はい、拍手。はい、じゃあ、松江君の答えが面白かったよという人、しよう。はい、じゃあ、佐々木君の、答えが面白かったという人、はい、まあ、ということで、まあ、まあ、はい、金さんかもしれんが、はい、まあ、一応ちょっとしたことも、はい、嬉しい成功、はい、ということで佐々木君、はい、はい、見事でございました。はい、ありがとうございました。はい、以上、日本全国のお話無償大喜利でございました。ありがとうございました。またです。やるかどうかわからないですね疲れた。はい、ありがとうございます。